こやろう、しんちゃん、パオンさん、ゴトさん、赤髪パイセンさん、ティムジーいっちゃん、サイリュウさん、カザさん、ラズベリーさん、ジースケ先生、マメマメ、ヨシさん、エンヤトサナちゃん、ドワーテ、ゾザン、ヤッホー、しんちゃん、早く明日になれてありがとう、もう緊張してきちゃった、どうしよう、シマヤジン、エヒロタかわいい、ありがとう、ヤッチー、オツメロディー、明日ですね、めっちゃサラちゃんの姿楽しみにしてますよってね、もう明日になっちゃったよ、超緊張してきた、もう緊張してきた、どうしよう、明日楽しみでいっちゃん、ありがとう、みんな楽しもう、本当に楽しもう、ぜひまだ1周年ライブのチケット買ってない方はぜひもう今すぐにでも購入してくださると嬉しいです。0073、おつらちゃんです、マー君、やっほー、てまじ、今日も美少女さんだね、ありがとう、ジェイドジェイド、今夜も可愛いでありがとう、煙突さん、こんばんはです、ミルフケ、おつらちゃん、マル18歳、こんばんはです、ゴトさん大好きって、ありがとう、ゴトさん、ワタさん、おつらちゃん、さあちゃんの緊張吹き飛ばせるようにアカペラプレフリームするってありがとう、一緒に楽しめるようでやっちゃありがとう、ようちゃん、こんばんは、ちーちゃん、おつらちゃんです、ありがとう、ようちゃん、ようちゃん、さくらさん、おつなちゃん、わさぱぱ、やほー、生きるおさがかりは集結推進、生きるおさがかりもここから一つ前式です、そうですね、しーちゃん、あ、そう、一周年ライブ、あさっては2周年目突入ライブで、確かにそうだね、いーちゃん、今日も安定の美少女でありがとう、今日はいかがでした、ちなみに今日は疲れましたね、セトリさん、このともやることがあるので今日の配信も15分ぐらいで終わります、明日一人連れて行きそうと言ってみて、本当にありがとう、マザーに心離れてみこかいとつです、はるかさん、こんばんは、ふみふみ、やっほー、フリティズレイツーズフリフクセンキュー、コウヘイさん、おつなちゃん、もう明日かって感じですよね、 1周年、もう1年経ったんだって、スギちゃん、やっほー、赤コーデとかしていった方がよくですか、赤を取り入れてほしいなって思う、明日はピアス可愛いねって、ありがとう、コウヘイ、ゴグマさん、こんばんは、やること早くやって、早くねみねみねみまんするのどうかと、ねみねみまんしません、ひょだプラネイトルシャー、明日いっぱい覚えてやっちゃう、ありがとうね、明日は18時半から開演じゃないか、でもその前に前物販があるのであれなんですけど、前物販と後の物販もあります、今日は午後から晴れそうなのでよかった、明日からラズベリーさん、よかった、嬉しい、マシュマロサケさん、こんばんは、お、ミラボ、やっちゃん、ありがとう、光やからもう1年かって言うと、そう、やばい、もう1年が早すぎて、激そう、もう1年、正直、そう、もう1年なの、早い、本当に早い、本当に早いけど、濃密って感じ、さちゃん、かわいいの、偉いっすって、ありがとう、キラキラの姿をしっかり目に焼き付けますって言ってたから、ニスケ先生、ありがとう、明日が良き日になりますよね、で岩井さんもありがとう、ハゲそう、もうティムジシャドリ、お、虹2個、うーん、虹、ありがとう、虹2個も、ニスケ先生、おと岩井さん、え、めっちゃ同じタイミングだ、すごい、ありがとう、めっちゃ同じタイミングで二人ともありがとう、ニスケ先生と岩井さん、ありがとう、1年間入れないで、私さんね、マイブパンどんな感じかなって、マサッパ、マイブパンは、え、でもちょっと言っていいか分かんないけど、ちょっと内緒にしておきます、明日のステージの成功を祈ってミラボでやっちゃう、ありがとう、ますます美少女になってるの反則ですからって、だからありがとう、お、んー、虹、ありがとう、虹、さくらさん、ありがとうございます、虹ね、
明日は強風ために少し飛行機が心配で、あーそっか、ゾゾン確かにちょっと心配だね。シアトルも祈っとくわ、ゾゾン本当に毎日頑張って出られないって。さくらさんありがとう。はけたらマジックでネタギリを出てみて、あよろしくお願いします。一本一本ね、こうちゃんと綺麗に。おうーん、ありがとうゾゾン、ありがとう。明日晴れますように。誰、ね、晴れたらいいね。ゾゾン同時投げグッドコンビネーションっていう認識ですね。めっちゃ一緒だった、すごい。しかも本当に一緒のタイミングだった。ジェイクありがとう、明日楽しみ会えるの。クレナオさんヒャホーでありがとうございます。ワタさん170日、おもう170日いたんだ。白鳥天才、天才というか天才じゃなく皆さんが天才です。クレナオさん、コモコさん、コモコさん明日午後から晴れるのでよかった。お手間さパパね、よかった。 D1、D1 って何？コモコさん D の1。明日何の髪型しようかなと思って、白鳥1周年、1周年だから悩むんですよね。おろしどうしようかな、本当にね、白鳥悩んでんの髪の毛。取り組む皆さんが素晴らしいって認識するね。で白鳥はね、あの招待状ってあるじゃないですか、それをね今ねいっぱい書いております。しっかりペンラーの店長ぜひチェックしておかないとって。そうだね、とかやらみんなよろしくお願いします。明日ペンライト切れないように1時間ぐらいですかね、あるの。1年前と同じ髪型にってしんちゃん、あり、1年前と同じ。あでもね、せっかくね、あの衣装になったから制服じゃなく、だからなんか髪飾りねつけたいから、どうしようかな。あそういうことか、もうさあと1日ってことかね。あと1日本当にやばい。しかもあと1週、1年前まであと2時間ぐらい。みっちさんこんばんは。りゅうじさん初見ですってありがとうございます。初見さんだ、ありがとう。白鳥さんです、高校、間違えた、高校生じゃないのに、もう18歳の赤色担当、リッドムの赤色担当の白鳥さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。デビューステージの髪型とか一般的、そうだね、髪型自分で決めていいんだって。ラズベリーさん、そういいの、明日は、そうティムジ明日カメコって、そうティムジはカメラのところ、いろいろ楽しみだねってスギちゃん。カンタさんおつなちゃんです。おろしてあげたヘアスタイルの両方とも可愛いからよろしくってニスキ先生。お、オッケー。さっちゃんのおろしが恋しい季節に入ってるんですよんで、でもおろし白鳥もええなと思ってたけど、今日はたくさん寝てねで、私ありがとう。でもね白鳥さん思うんだけどさ。あのいろんな今までやってきた大きいライブ、その前のグループの時もリットムの時も大きいライブの前日はねほとんどあの睡眠という睡眠をとってるね、記憶がないし、あと今まであの追い込むからやっとってる記憶がない。フライングアクペラフリフリでありがとう、ありがとう。高校3年の終わりには職業アイドルでお願いしますって。今後まだ職業アイドル、祝賀アイドル、明日新曲が楽しみ、さあちゃんのあの曲は私どうなんでしょうねって言ったから、もうそれ秘密です。緑出てキラキラしてなかった、キラキラしてこうで、ほとにかいひろとありがとう、キャキヤよろしく。スギチおつなちゃん、睡眠不足、今日もいつもの睡眠不足、頭が痛くなっちゃうよ、いつもの学校、いつもの教室、あの子は今日も元気だね、あの子が私を悩ませる、私があの子を悩ませる、みんみんながてて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 、青空はこんなに広いのに、風はこんなに暖かいのに、太陽はこんなに暖かいの、どうしてこんなに眠いの、すみすみすみ睡眠不足。まあシャトル一緒に毎日ちゃんと撮ってますよ皆さん。姫なる像のシャトルサナです。
にしたらって表示姫なるぞの白鳥さんですっていうのアイドル界の姫なるぞじゃなくて特に意見出るような気がするけど今日は究極テーマスですね今日は究極です。ノアさんおつさまちゃんまた聞きもおつさまちゃんまこたんこんばんはまこたんまこたんやほーまなぴー明日ライブ行きますってありがとうまなぴー待ってるねありがとう明日の配信遅くなっちゃいますそれとも早めに起きてああ朝配信は特有の無理かも泣きそうになった時よりサングラス忘れないようにするって好きですねいるかなどうなんだろういち早く歌声を聴ける配信しやすすぎるってやっちゃうありがとうお風呂入ってましたってふざけ今日ポカポカですねリドムちゃんもうすぐ1歳でまあまあまあそうもうすぐ1歳ですみんなそうなのみんな一緒に7人1歳になるんです。さっき朝レッスンだからお寝坊できなかったお寝坊お寝坊はしてないよビニビバットこんばんはありがとうはいどうぞキラキラってことかなひろたんあゆみちゃんのロガールでのライブ当日に遅刻しそうなエピソード話してましたねってあそうですねさゆりゅうさんそうですあの卒業式は出る時間に起きました白鳥やばいよね俺意外と感動しないんだよなあ C なんだよなって C なんだよってニュースキー先生え知ってる知ってるそんな感じするニュースキー先生意外と涙もろそうみたいな明日チキがありますラズベリーさんもちろん前物販と後物販がありますいっちゃいでごめんなさいいっちゃいですしかもね明日ね学校のお友達来てくれるの嬉しいこの1年を考えたら自分も緊張するかもって言うんだありがとう緊張するよねチュペリさんでチュペリさんも1周年来てくださいぜひ明日一周年終わってから配信でいっぱい感想聞かせてくださいましってもちろんおいこくんもってかもくさんおいこくん来てほしいけどおいこくんは熊本に住んでるあゆみちゃんのロゴある終わっちゃうんだよねさなが最後のゲストだったのも運命だったねそっかそうなんか見ましたしあとずいとね嬉しいことに本当に緊張しないで眠れますようにってひよとありがとういやでもねちょっとドキドキして眠れないかもしれないそういう時はホットミルクでシアトリはホットミルク今日はピンクちゃんサーナやなってチュペリさんそうピンクちゃんどんな髪型もでも可愛いと似合う可愛い似合うという未来は必ず来るってやっちゃうありがとうありがとう次機会完了です楽しみってラズベリさんえ初めてお話かありがとう楽しみシアトリも1周年行くよ裏から行くよ月の裏からってことねえチュペリさん本当に本当に来てくれるの明日の朝ドキドキモーニングそうだね目から汗でチキの時に目を晴らしてたら恥ずかしいなってどんなそんな、 そんなでもね本当にこれだけは言えるけど白鳥は絶対に泣くと思う白鳥は絶対に泣くと思うおいこくんも一緒になってあ、そういうことかもこさんなったなったそう、来れたらよかったなってそうなんですおひこくんめちゃめちゃ可愛いよあの、ちょうど誕生日だった一昨日とかかなで、めっちゃ可愛いんです、本当にもう歩けるようになってちゃんと捕まり立ちじゃなくて歩けるようになってもうね、あー可愛いもうどんだけこのおひこくんに救われてるか白鳥はって感じな感じぐらい本当に可愛いんですよ1歳おめでとうってあ後ろ姿だけ後ろ姿だったらいいかほら見て後ろ姿おいこくんかわいいかわいくないですかキャーかわいいかわいいほんとかわいいリトム公演ソールドアウトちょっと違うんだよチュペリさんだから来てほしいって言ってるの本当に久しぶりさんのやることにドキドキしてるってまずパパありがとう涙を拭くハンカチ持っていくねってやっちゃうありがとう明日のカラコンさんちゃんの一番好きなのぜひお願いします漏れてるお酒食べてくださいませありがとうとくる俺は泣いてないふりをするってニスケ先生弱いな全力で受け止めますから安心してってそうだありがとう
さらちゃんのことなんて呼ぶのって言うと、まだ呼ばれてないけど、白鳥が呼ばれたいのは、うーん、お姉ちゃんって呼ばれてみたい。成長してるのよ、どこやろ。さらちゃんが泣いたら釣られて俺も泣いちゃう。ふけは涙もろいで死んじゃう。そうだよね。いやでも白鳥絶対泣きます。可愛いすぎてでしょ。朝日くんの後ろ姿かちてありがとう。やちも可愛いっしょ。おいこくんの上危ないって。どうぞ。あら、ダブルイさんおめでとうだって。今回さ、ダブルイさんだろ。そう、ようちゃん可愛いでありがとう。子供たてまに大きくなるよねってしんちゃんね。あっという間、本当に1年でこんなにでかくなる。大きくね。さっちゃんにも言ったけど、メンバーが誰が泣いたら俺も泣く自信、誰かが泣いたら俺も泣く自信しかない。まこたんは絶対にそうだよね。いや、まこたんはゆいが泣いたらもうすぐ泣くよ。まこたん、まこたんT シャツはどんなデザインですかって。ラズベリーさん、 T シャツは月の裏側を知りたい、多分公式から出てる、これですね。 T シャツ、あ、見にくいけど、見にくいけど、月の裏側を知りたいって書いてあって、後ろにいろいろ書いてある。赤、前後9点好きかな。中話聞いたらもううるるしてきた。早い早い。お姉ちゃんじゃ、いちゃん。あ、明日呼んでみようって、エンヒルタ。あ、え、シュート、エンヒルタに呼ばれるの。1周年前、最後の投げキッシュを抱いてみくと。ミクロタ、ミクロタ、ありがとう。ユムシラがイサライブでおいこくちゃん出演してたよって、メタパパ。そうなんだ。明日特典会でお姉ちゃんって言ってみようかなって、とっから、嫌だ、呼ばないで。とっかエロは呼ばないで。お願い。展開でサラの顔見たらあふれで出てきそうだってイメージ。うん、ありがとう、ありがとう。流星先輩ありがとう。赤裏月裏赤コーデ決めたいっすねって。よくもうぜひ決め決めでシアトリに会いに来てよ。本当に、いや本当に楽しみになってきた。楽しみだけど緊張するし、うん、楽しみだけど緊張するし、でももう2周年頑張んないといけないっていう気持ちもあるし、やることに追われてるって気持ちもあるし、髪型どうしようっていう気持ちもあるし、皆さんありがとうっていう気持ちもあるしって感じ。ラズベリーさん、そうです、 T シャツ告知されております。あとでチェックしますって、ありがとう。あとアクストとかもあります。ラズベリーさん、めっちゃ可愛いお姉ちゃんもあんだなって、嬉しい。それはえんひろだ、読むのダメなんか言ってとかダメです。はい、じゃあすいません、今日めっちゃ早いんですけど、そろそろ終わりたいと思います。まずはスクショタイムから、いっせーのーね、はいはいはい、かき、今日明日さ、これ持ってこっからね、特典会にこれ持ってこっからね、怒られるんですけど、明日もあっという間に終わっちゃうのかな。もういやいや、本当にありがとうはい、ありがとうございます。また明日だね、いちゃん、ありがとう。はい、じゃあ誕生日の方読みます。今日の37位はリョウメタルン、ありがとう、ありがとう。はい、じゃあ13位からいきます。で13位はケスリーさん、ありがとうございます。12位マシュマロさくらさん、ありがとうございます。11位ジェンさん、ありがとうございます。10位ポンさん、ありがとうございます。9位サイリューさん、ありがとうございます。8位トカロ、ありがとう。7位ジェットチード、ありがとう。6位ヤチ、ありがとう。5位ベニビバト、ありがとう。4位ワシさん、ありがとう。3位ニスケ先生、ありがとう。2位ゾさん、ありがとう。そして1位はさくらさん、ありがとうございます。多分モモンガのぬいぐるみ持っていこうかなって、しんちゃん、え、ね、ほんと持っていきたいんだけど、多分ね、あの、怒られる。可愛いが止まらないで嬉しいの、ウィフロドン、ありがとうございます。って終わった、始まってしまったあっという間に。そうだね、え、もう本当にそれはそう。なんかライブってさ、本当に、あの、さ、そうだよね、始まる前まで長く感じる、緊張したりして。あ、リトル金魚さん、可愛いでよかったって、ありがとう。そう思っちゃうんです。明日1周年なんです。リトル金魚さん、ぜひ来てください。サラちゃんに会えるって、ホットケーキありがとう。
嬉しい、会いに来てくれてありがとう。じゃあさくらさんにお書きします。今日は3月の28日。めっちゃ楽しみになってきた。どうしよう。はい、チーカーつけてやつ。いきまーす。いっせーのーね。はいはいはい。さくらさんありがとう。いちありがとうございます。明日仕事早く終わったら行きますね。リトル緊急さんありがとう。やばい嬉しい、ありがとう。来てほしい。さくら行けたかな。ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあシェアトリはこの後やることやって、やることやってお風呂入ってドキドキしながら寝ます。カキサナちゃんとチェキ取りたいなってひろたんだよね。一応持ってくねえしろと一応持ってく。はい、ありがとう。さしさん、よき一緒にライブになりますようにと。ありがとう。お、にじありがとうございます。さくらさんありがとう。はい、じゃあ皆さんバイバーン。うん、今回さんも夢見てね。